くの趣味嗜好を持つ人々が集まる日本屈指のサブカルタウン秋葉原。この街には猫に囲まれながらお客様の相談に乗り笑顔になってもらうという少し変わった猫カフェがあります。初めてですか？はい。今日もまた新たな出会いがありそうです。ブリ？かわいい名前ですね。悩みを抱えた様々な人たちが心を癒しに訪れる、そんな暖かい場所です。今無理しなきゃいつするのよ。並木志保は今月いっぱいでアイドルを引退します。生まれ変わってもあの家の子に生まれたいって思ってたんだけどね。ミクが会うの楽しみにしてるよ。悪いけど会うつもりないから。こんなこと誰にも言えなくて。言ってくれてありがとうね。私が気づいていたら、何かできていたら、そしたら怖かったの。私のことも忘れたんじゃないかって。お前は一人じゃないよ、だって。これからも私は悩むと思います。それでも私はここでもう少し頑張りたい。猫たちがいるこの場所で。